はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをですねキンキンに今年を切りぶち込んでるんで、キンキンシリーズこれをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、まずはコメント紹介からいきましょう。連日登場ですね、今日で6日連続登場してますね、かけるさんとカムイさんからのリクエストコメントになってます。サントリーのねゾーンというエナジードリンクをやってほしいっていう風にねリクエストもらってます。ありがとうございます。で昨日までね5本飲んできました。これめちゃくちゃ種類多いんですよ。こいつの缶だけね間違ってゴミでね捨てちゃったんで新品買ってきました。で今日やっていくのがこいつですね。これが多分名前がゾーンのバージョン 2.00 っていうんかなね、これなんて読んだらいいかよくわかんないんですけども、 2.0.0 ですか、よくわかんないですけど、これをねいこうと思います。まずちょっとねやっぱね奇抜なこのね目のデザインですよ。ちょっとこれびっくりなんですけども、かなりインパクトありますね。かっこいいですよね。これがですね、まあ、無敵のゾーンに入った目を表現しているらしいんですよ。もうバッキバキなんですけど、あとね横見ましたらこいつだけですね、他にはないんですけども、注意と1本あたりカフェイン 150mg 入っているよと。で18歳以上はね1日上限がね2本とか、17歳以下体重 50kg 以上あれば1本とか、50キロ未満の方はね飲むのやめてくれみたいに書いてるんですよね。で、まあ、カロリーがしっかりあってカフェイン150入ってると書いてます。ちなみにですね、じゃあモンスターどれぐらい入ってんのかと、これちょっとね見にくいんですけども、まあ、横見ましたら 100ml あたりカフェイン40入ってるんですよ。で 355ml なんで 40×3.55 すると 142mg 入ってると。まあ、量自体がねこれ355500で多いんであれですけども、カフェインだけ見るとこっちの方が入ってるって感じになってますね。さあとりあえずね飲んでいきましょう。さあ出ました、キンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍ってますけどね、キンキンかっこいい。さあ飲んでいきましょう。味はですね一番最初に飲んだやつと多分ほぼそっくりだと思うんですが、どうでしょうか。色は綺麗な黄色してますね。これぞエナジードリンクって感じですね。喉乾いた。あ、今日はですね、あの仕事終わりの風呂上がりです。コンディション作ってます。匂いがうまそうだけどそっくりですね多分ね。じゃあ飲んでいきましょう、ゾーンのバージョン 2.0 ですね。いってきます。乾杯。冷たい。うまっ。味濃い。うまっ。どうなんだろう、覚えてないな、この味すでにもう覚えてないんですよね。やっぱこう一緒に継いで交互にこう飲み比べないとね分かんないっすよね。うわ味濃いなこれ。これデザインね結構インパクトあるわ、すごいわ。よしラスト、ブッキングラスト、乾杯。うまっ。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。まあねカフェインがね多いっていうことでガブ飲みした直後ですけど、個人的にはね一切何にも感じないんですよ。なんかこう元気になるとかないんですよね、目がシャキッとするとかないんですよ。ただただね僕やっぱこれですね、この無敵のゾーンに入った目っていうのがやっぱねすごいねかっこいいなと思って、ちょっと合成でね編集でなんかね僕の目がこれにできんかな、やってみようかな。やっべ、ガブ飲みしたらね無敵のゾーン入ってきましたよ。これバッキバキだわ、やっば。あとはですね、まあ、今回結構探し回ったんですけども、比較的ねどこでも売ってるんじゃないかって思ったのがこの3本ですね、まあ、とにかくやっぱちょっとこのカフェイン150とですねこのデザインですね、これね気になった、飲んでみたくなったって方でしたらぜひね試してみてください。さあってことでね6種類飲んだんですけども、まだありますね、あと3本ありますね。でもう1本ね箱買いでポチってるのが来るんで、あと4種類ありますね。すごいっすねマジでね。買い集めるだけでも楽しいし、当然飲んでも楽しい、匂っても楽しいんで、
結構ね楽しめますね。で明日はねまだねどれ行こうか決めてないんですけども、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。っていうかやっぱ種類多すぎ。